今日のイカれた偉人は南方熊楠。年金の研究を行っており、あの科学雑誌ネイチャーに多数の論文を投稿していました。さらに彼は記憶力に長けており、百科事典の内容を全て記憶し、それを書き写すことができたといいます。そんな熊楠さんはかなり破天荒な人物でした。彼は大学の授業よりも自身の研究に没頭していたため、日本の大学を落第します。その後アメリカの大学に進学するも、またもや研究に没頭。加えて現地の学生たちと飲酒騒動を引き起こし、こちらの大学も中退。まだあります。彼は酒好きで喧嘩っ早い性格でした。中原中也を思い出しますね。しかし中原と異なるところは、喧嘩相手にギッを吐きかけるところにあります。どうやら得意技だったみたいですね。さらに熊楠は天皇陛下に年金の標本をプレゼントしたことがあるのですが、その標本はなんとキャラメルの空き箱に入れて渡しました。いや、小学生の自由研究じゃないんですから。皆さん、友達と口論になってもギッを吐きかけるのはやめましょう。ではまた。